ございます。今のお気持ちはいかがでしょうか。本当に信じられないという気持ちで、あとは感謝の気持ちでいっぱいです。このコロナの時代になったミス日本ですけれども、どんなミス日本になりたいでしょうか。サーバーカーの皆様、私たちの日常を支えてくださる皆様への感謝の気持ちを忘れずに、オンラインだからこそできることもあると思うので、発信を自ら頑張りたいと思っています。今、ミス日本グランプリ受賞を一番先に報告したいのはどなたでしょうか。国内にも来ていたんですが、ずっと私を支えてくれた母に感謝の気持ちを伝えたいと思います。ちなみに舞台のどちら側にいらっしゃいましたか。左の奥の方にいました。はい、ここ2年間、全世界がコロナと向かい合った年でした。あなたご自身にはどんな影響がありましたか。オンラインから得られる恩恵というものがとてもありました。コロナになった当時は私は本当に摂食障害で体力がなくて、学校に通うこともままなりませんでした。しかし、学びを続けられたのはオンライン授業という居場所があったからです。あとはミス日本を知ったのも、この、大学の先輩である飯塚花美さんとオンラインの、イベントで出会ったことがきっかけです。オンラインのラジオみたいな SNS があったんですが、そこで ICU の私が通っている国際基督教大学の同窓会、オンライン同窓会があったんですね。でそこで私や同世代の子たちが叶えたい夢などを話していると、花美さんがその道の先駆者の先輩をつなげてくれたりとかつなげてくださって、私はそのような人と人をつなぐ花美さんの魅力に、本当に憧れました。はい、将来の夢にジャーナリストと記載がありますが、これはどういった夢なのか詳細を教えてもらってよろしいですか。はい、私は、皆さんがもっとメンタルヘルス、精神の健康について考える機会を増やすメディアを作りたいと思っています。その時に私はやっぱり大切なのは自分自身を知ること、自分を多角的に捉えることだと思っています。なので自分が思っても見なかったような視点を得られるような、そんなメディアを作りたいと思っています。目標とする人や理想とするような女性像、何かありますでしょうか。ジャーナリストではないんですが、岡田貞子さんが私の憧れです。実は私は幼少期ニューヨークに住んでいた時に全く同じアパートメントに住んでいたこともあります。またそれから20年経つ今、尾形さんが教鞭を取られていた大学で学んでいるというのも何かご縁を感じています。尾形さんの紛争地まで自らヘルメットをかぶっていく行動力と、海の向こうの子どもたちのことも一番に考えられる、そのしなやかな感性、私が目標とする女性像です。